輪がいっぱい。あ、ドーナツだ。僕大好き。あら、これルンちゃんが作ったの？へえ、折り紙のクリスマスリースか。玄関に飾ってあるのを真似したんだよね。ドーナツにリースか。もしかして輪の形が好きなのかい？わし、ドーナツなら穴がない方が好きだぞ。どうして？だって、なんだか損した気分になるのだ。いろんなリースがあるんだね。ああ、要はお祝いしようって気持ちが大切なのさ。私ならサザンカを飾って和風にしてみたいね。面白そう。リボンいっぱい飾っちゃうの。じゃあさ、みんなで好きなリース書いてみようよ。楽しそうだな。そうだわ。パッパ、ちょっと協力してくれる？あ、リース外しちゃうの？ええ、ちょっと傷んじゃって。そこでお願い、代わりのをみんなで作ってくれない？僕たちで作っていいの？うわー、やるやる。ビニールチューブ、これでいいかい？松ぼっくり拾ってきたぞ。ありがとう。1メートルぐらいのチューブを二巻きして針金でくくる。これを土台にするのよ。植物のつるや松ぼっくり、葉っぱにリボン、唐辛子なんかも飾ればクリスマスらしい色合いになるわ。銀色のチューブなら隙間から見えても綺麗だしね。あとはみんなで好きな飾り付けをするんだぞ。これで完成。やったー。ママ、本当は傷んでなかったんだろ、元のリース。すみません、買ってきたものよりみんなが作ったものを飾りたくて。断然こっちのがいいよ、ママ。よし、玄関だけじゃもったいない。でっかくしてご近所さんにも見せてやるのだ。プッピー、ユリちゃんたちが描いたリースの絵も見てもらおうよ。プッピー。あー、僕のサッカーボールのリース。ユリちゃんのリボンのも。おーやま、サザンカもあるよ。うわー、すごい。ルンちゃんの好きな輪がいっぱい。わっほー。1月3日朝、お正月スペシャルだよ。